お疲れ様です。クワトロお疲れ様です。ヤッホー、こんばんま、こんばんまだな。こんばんまって言ってしまった。こんばんまって何？こんばんま、こんばんまってな、なんなの？こんばんま、こんばんまって、ね、こんばんまにつぼったし、自分でつぼったし。こんばんまって何？ありがとう。痛い、髪の毛取ろう。今日本当に楽しかったです。なんかよく見たらたくさんりえちゃん推しさんがいてめちゃ嬉しかった。ありがとうございます。本当にこんばんまってさっき言ったけんさ、それがさちょっとつぼってしまった。こんばんま、髪の毛取っちゃう。もう髪の毛取ったら名前呼びますね。髪の毛取ったら名前、いてない、髪の毛取ったら名前呼ぶ。ヤッホー、今日はクワトロでした。お疲れさんです。みんな今日どんな一日だった？みんな今日どんな一日だった？スーさん、ゆういち、南光さん、のりさん、カレンちゃん、カレン、伊藤カレン、ありがとう。ゴージ、佐藤くん、コナタン、ヨシタくん、ナナシマル、草刈機、ちくわドーナツ、トシくん、タメパンダ、なんか絵文字の人ありがとう。こちらこそありがとう。誰だろう、嬉しい、ありがとう。いつもなんかありがとうね、最近。嬉しい。大北さん、ヤシさん、井戸の中じゃないのぶくん、マサさん、ゆきめるちゃん、てっちゃん、ありがとう。あきさん、タイガーさん、うん、ありがとう。見つけれて嬉しかった。タメパンダ、くにさん、ひーくん、ありがとう。楽しかった。ハム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 、ありがとう。楽しかった。かったら、こちらこそありがとうございました。めっちゃ嬉しかった。めっちゃ本当に一番奥の方に、本当に2階の一番奥にもりえちゃんさんいてめっちゃ嬉しかった。てっちゃん、ひーくん、えいちパパ、あっきーさん、こなたん、牛窓太郎さん、ほずみ、くりみん、ひーくん、谷川さん、安部ゆういち、ちくわドーナツ、こんばんは、ありがとうございます。特に石剣マシンさん、安兵衛さん、ありがとう。れいちゃん手振ってくれ、マジ嬉しい。ぜひお話し会候補というか、りねちゃん推し候補に なってください。タイガーさん、お願いします。お願いします。つぼのしん、ひさぽん、ひーくん、えいじ、くわっ、お疲れ様でした。さゆっちさん、きよ兄さん、ぽっくん、じゅのでんじさん、こんばんは。たかさん、なんこうさん、アイスレモンさん、ひなっぴーさん、くーちゃん、はやと、まちゃん、まだか、やっほー。やっほー、まだか。さいたまむずいさん、のうき、ジュンさんお話し会だった。ありがとう。もう聞いてないかも。ありがとう。覚えておくね、じゃあ。嬉しい、とくと。レミちゃん、アニメーション最近気になって。レミちゃんさん、ありがとう。初見、ありがとう。SU48日研究所、岡山県出身。18歳のリネタンこと1名です。よろしくお願いします。ありがとう。嬉しい。じゃあ、今日から。覚えます、レミちゃん、ありがとう。嬉しい、気になって、嬉しい嬉しい、ありがとうございます。キュンキュン、
キング券私食べてないの。セブンイレブンの、いや今日さ公演後だったけんさ絶対ファンの人たくさんおるわと思って行かんかった、行かんかったの。かき氷屋さんも行きたかったけど絶対ファンの人多いわと思って行かんかった。事件お家で自粛した、お家で我慢したの、お家のセブンイレブンで我慢した。マジでキング券のために頑張ったけどよく考えたら絶対あれじゃわと思ってやめた。食べたすぎたけど、よしかな、ありがとうはるかちゃん。そうなの、お誕生日おめでとうはるかちゃん。ちょっと全然話せれてないけど、ハッピーバースデーはるかちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアはるかちゃん。これ何の子はるかちゃん、これえこれはるかちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、嬉しい。一応まだ全然思い出作れてないので、はるかちゃんが誕生日じゃけん、ちょっと誕生日プレゼントは私と今日思い出を作ったっていうのです。ありがとう、これいっぱい話したい本当に、おめでとう。なんか素敵な一年にしてね、おめはる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 おめはる、おめはる、おめはる、ウケる。嬉しい、いっぱい話そうね、ウェイってしよう、嬉しい、ありがとう、嬉しい。こんばんは、明日18時からオンライン、そうですね、ちょっとまた言わなきゃと思っていろいろ。今日実は言ってました、知ってるよ、もう最初の君を見つけたんだからね。マジペンライトが顔見て分かった、普通に。なんか近くに追ってびっくりしたいや来ることは知っとって、ちょっと顔見た瞬間に分かった、一瞬で。嬉しかった、ありがとう、ありがとう、本当に出るよザンさんこんばんは、りょうたくんハートありがとう、りょうたくん大好き、ありがとうハートありがとう。なんか今日顔違うよな、なんか顔違うくない、たくみんありがとう、やっほー、まさやありがとう、あ、ティガー、すいません、ティガーさん、あれタイガーって呼んでた、笑顔いっぱいね、楽しかった、嬉しい。なんか来たライン、お話しかなって噛みたいように来たい。まさやさん来てくれの、まさやくん来てくれの、来てくれの、来てくれの来てくれの、全然待ってるよ、ありがとう。あ、ゆえちゃんやっほー、お久しぶり、ゆえちゃん。ちょっとゆえちゃん私最近見ないなと思ったら、サイヤのところに行ってたのびっくりした、本当にちょっとサイヤオタクになってたし、いつの間にか。りえちゃん、りえちゃん界隈平和だから戻ってきて戻ってきて、りえちゃん界隈平和だから戻ってきてほしいな、お願い待ってるよ。トクリンハートありがとう、トクリン今日も大好き、ありがとう、トクリンありがとう。モッチーさんこんばんは、晴れの国さんありがとう。ゆたちゃん来月まだね、来月は初じゃないですか、
これだってもう今のところクワトロさんの毎月月1でライブさせていただいてるので、もし来月あるなら髪巻き巻きの私が見れると思う。10月楽しみに待っててください。パミカはやっほー、ネタ、え、見たい見たい、ありがとう、え、爆笑させてください爆笑させてください。まあね、私はね爆笑しないから爆笑しないから、私笑わない自信あるからさ、笑わしてみてよ笑う、振りとかじゃないよ、笑わしてみてよ、うん、振りとかじゃないから笑わしてみてよ、絶対笑わない自信あるからありがとう。挑戦的やなビラバンビールドマンさん、やっほー、はーい、今ハードル上げしてあ、上げてこ上げてこ、私もう笑わないからいや今日4公演入ってリッチ始めた時普通の方が、またまたじゃあ会いに来てください、私との思い出作りましょう。名前の呼び方間違えてごめんなさい、覚え直すね。キーが今日の前髪はちょっと不調でした。私最近前髪のコンディション良かったから結構あれだったけど、れいちゃん推しさんの顔見て元気出た、嬉しい。なんかペンライトとか持ってなくてもさ、私がシナモンくん好きじゃけん、好きじゃけんさ、シナモンくんのさうちわとかさ、なんか扇子とかフリフリしてくれて、なんかついとんじゃけど、ここ取って取れた、フリフリしてくれたの可愛い。あとなんか最近ハムハムエアハムハムしてくれる方が増えたんですよ。自己紹介の時にみんな一緒に君なんか入ったらハムハムを一緒にこうやって手でやってくれるの、みんな可愛すぎて、ちょっと普通に可愛いって言ってしまったもん、マジでめっちゃ可愛いなと思った。え、エアハムハムしようよ、え、ちょっとマジで可愛い、あれはガチで、あれほんまに可愛いなと思った。あれめっちゃ嬉しい、ほんまにハムハムしてください。コミさんこんばんは、ありがとう。サインもハムハム、サイン食べたらダメだよ、サイン食べたらなくなっちゃうから、ヤギかヤギかダメだよ。ゆりちゃんやっほー、ありがとう。ね、みんなで、会場のみんなでしたいけど、まだハムハムしてくれてない方もいるので、ちょっとハムハムみんながしてくれるように認知してもらわなきゃね。まずはこの子誰って思われないために、まずは認知してもらうためにハムハムをハムハム、ブチトンドル、やっほー、超かわいい名前、ブチトンドルってめっちゃかわいいんだけど、ありがとう、こんばんは、超ギャルじゃん、イエーイ、ギャルギャル、嬉しい、ブチトンドルさんこんばんは、ポンポンありがとう。ブロッコリーなんてつけた、ブロッコリー、ブロッコリーついてる、ブロッコリーついたんだっけ、ポンポンありがとう。コミさんありがとう、今日の声マジやったやったやった、めっちゃ嬉しい嬉しい嬉しい。さやつさんこんばんは、ありがとうございます。ゆきやっほー、はー、まあ、自分赤ちゃんかなと思うぐらいさ、最近マジでこれ戦うとさ、めっ詰まりそうになるの、やばくない、年かな、
さやかも赤ちゃんすぎてで、なになに最近本当にすぐやばい、うん、みんなで一緒に昨日もはいはんあくんたんリレーやっほーハートありがとう、くんたん大好きありがとう嬉しい。トゥープさんこんばん、モピラさんやっほーこんばんは、ソラエルさんこんばんは、ロールキャベツさんやっほーこんばんは。18歳で年えぇ、オッケーオッケーオッケー分かった分かったあ面白い。明日から7枚目受付、お財布オッケー出したら、てるいさんお財布のお財布さんがオッケーって言ってます、オッケーオッケーってあゴーゴーゴー、もうレディーゴーって言ってるので、ぜひオッケーって言っちゃってるので待ってます嬉しい、もう会えるつもりで話してるわオッケーって言ってるのオーリーさんこんばんは、ありがとうございます。 SU48 に研究生、岡山県出身18歳のリネタンことつむりです、よろしくお願いします、ありがとうございます、やっほー嬉しい深夜わら尊い、ありがとう、やっほー深夜尊い、今日も深夜が尊い、嬉しいお財布さん無理ぽよ、ごま団子さんいつになったら会えるんですかいつになったら会えるんですか嬉しい、無事ね、感謝王くん会いたらいいな、お財布さん OK、 嬉しいお財布さん OK って言ってます白猫さんやっほーこんばんは、お話し会あるよ、お話し会、今回のお話し会はちょっとめっちゃ面白い、ちょっとタイトルがあれなんですけど、今回のお話し会めちゃめちゃ面白くなっておりまして、ちょっとじゃあお話し会のテーマ言いますね。ここに下にね日程があるので、そこの日程見ながら見て、私の言うことを見てみてください。じゃあ行きますよ、このプロフィール欄に日程書いてあるんで、それ見ながらテーマ言います。今回のお話し会の10月30日ですね、一番最初のお話し会はモーニングコールって言って、私が朝、まあ、朝のお話し会ってすっとぼかす人が多いんですよ。あ、ライトわざとつけてます、ありがとう、言ってくれて、すっとぼかす人が多いから、私が彼女だよっていう設定でモーニングコールしちゃう、実際におはようって言ったりするモーニングコール。そう、私のお話し会はなんか1時間前とかが多いので、すっとぼかさないために私がモーニングコールしちゃうって、パジャマちゃんと着て本当に朝モーニングコールしちゃうよってやつで、その日はなんか反抗期、ハロウィンの日なので、ハロウィンの前日なので反抗期演じって言って、反抗期の演じコスプレをして反抗期を演じるってやつで、12月18日19日はクリスマスのコスプレをするんですけど、ただの私のお話し会はただのクリスマスのコスプレじゃなくて、ちゃんとプレゼントがね、皆さんに渡せるようにちゃんとプレゼントを持ってくるので、そのプレゼントをぜひ受け取ってみてください。他の子は分かんないけど、私のお話し会はプレゼントを配ります、一人一人だからね、すごいサンタクロースのプレゼントもらえないよっていう方はね、ぜひ私があげる。で1月8日明けましておめでとうですね、新年になってからの1月8日土曜日はパジャマでゆるゆるリネとお正月デート風って感じで、やっぱお正月なんで、やっぱゆるゆるゆったりしようぜみたいな感じで、ゆるゆるのもうお正月おうちデートをテーマにしています。で1月9
1月9はあのモーニングコールをするんですけど、朝食を作るよって、おはようと起こすだけじゃなくて、君のために朝食作ったんだっていうのを想定してご飯をプレゼントします。朝食をちゃんと作ってくるね、そのご飯を食べてください、食べに来てねっていう。まあその日は普通にね私服コーデです。だけどあのモーニングコールをするはい。でモーニングコールはね朝早いお話し会のやつ限定なので、また言いますね、モーニングコールする日程を。で来年で2月12日はラブレターが近い、ラブレターじゃないバレンタインが近いので、最強本気で考えたデートコーデっていう。でこれもただの、デートコーデじゃなくて、ちゃんとチョコとラブレターを君のために書いてきたなっていう、あのチョコね僕もらえないかもしれないっていう方安心してください、私が君のためにねチョコをねあげます。あとラブレターも書くので、それを読みちょっと聞きに来てください、一生懸命メッセージ書くので君のために。で2月23日ロリータ、初ロリータの日らしいんですよ。だから初のロリータ、なんでかんだ私可愛い系好きなんですけど、ロリータコーデしたことないなと思って、ちょっとロリータファッションをしようと思います。で2月26日土曜日は地雷コーデ、まあこれはね私の好きな系統だから、まあ普通にまあ地雷コーデやろうと思います。で3月20日がすごい特殊で、多分初めてだと思うんですけど、あのねやっぱ就活とかの時期が近づいてくるんで、大人スーツって言ってリネ面接っていう面接を行います。リネ面接は実際私が試験監督だから、あの会いに来てくださるリネちゃん推しさんに質問をします。あなたが私に会いに来た理由は何ですかとか、実際に面接で言われるようなことを言うので、面接を受けに来てください。はい、もしなんかそれでなんか最後に合格か不合格か言うっていうオチなんですけど、もしあのその日に初めましてするんだけど面接しなきゃダメっていう方は、その日の前日とか1週間前とかにあのお話会で普通に話したいよっていう方は、なんか名前の横にこうやってやってねとかっていうのを教えますので、ぜひ待ってます、ガチの面接。そうで3月21日は最後の日なんですけど、私の大好きなシナモン君に囲まれる日です。大好きなねシナモン君に囲まれてる私を見てっていう感じです。でなんかモーニングコールをやる日程は10月30日、1月8、1月9、2月23、2月26です。はい、お早いね日程のお話し会限定なので、ぜひ待ってます。多分ねどれもねめっちゃ楽しいと思うので待ってるよ。合格か不合格か来てみなきゃわからないので。どんな質問をするかもまだ教えてないのでね、ぜひ楽しみに待っててください。私も楽しみ、まあ来てくださった方にあの判定をしますので楽しみに待ってて。不合格、ちょっとまだねあれなんで、スーツでお話し会絶対楽しい。ちょっとね普通に話すだけじゃ面白くないなと思ったので、企画をどっさり持ってきました。今回はしみに待っててください。お願いします。ファンの方の名前とか顔覚えるの得意かな。いっぱい会いに来てくれたら覚えれる。でもなんか一回でも覚えたりはする、なんかすごい癖が強かったりとか、名前のショールームとかのアバターとかもちゃんと覚えれるんだけど、
なんか顔知らない状態だったら難しいので、はい、だから会いに来てくれたら確実かなと思いますね。でもなんか会いに来れなくてもなんか SNS 更新したら絶対なんかリツイートとかリップとか絶対に、あと毎日なんかリネタンとかっていっぱい言ってくれたら認知できるかな。トクリンおめでとうのやつありがとう、おめでとう、おめでとうトクリンありがとう。でもない、なんか一回あったのが、初めてお話し会やった時に来てくださったあのメガネをかけたりねちゃん推しさんがいたんですよ。で2枚でなんかまあおもこいじゃ無謀かおもこいの時、えなんかの時だよ、あ独り言の時になんか本当に 何年ぶりみたいなぐらいに来て、でなんかめっちゃ前なのにメガネの色を覚えてたから、多分覚えれると思う人の。なんかメガネ変えたって言ったら覚えてる、覚えちゃう、えなんか前この色だったけど新しく変えた、えってびっくりされたので覚えれると思います、人の顔と名前は。なんか自信ない人に限って覚えてるの大丈夫ですよ。なんか認知されたいな、なんか認知されてるかなって不安にしてる人に限って覚えてるから大丈夫だと思う。一回来てくれたらなんかわかる、でも確実は言えんけど、でもなんかびっくりした自分でも、え覚えてるのびっくりと思って。なんかびっくりした、そうそう覚えてるよちゃんと、大切だしね来てくださった方みんな。かいわれさん、おう今日おったなありがとう。栗かよるさんが栗を落とした、なんでかよるさんこれ拾っておいしいご飯作ってあげる、ありがとう。ひろさんありがとう、りねちゃんありがとう、ひろさん嬉しい。誰かのくしゃみが聞こえたんだけど今思いっきりへっしゃ、しょうちぃさんこんばんは、ありがとう。ともくみやほ、ティレッドってティシュ、マジこれ私さ英語読めんけんさどういう意味か知らんかった、マジ疲れた、え超元気、え超元気よ私超元気だよ、疲れてないよ。王子やっほー、第一番ありがとう。12月19 5時間目会いに行くよ、やったー嬉しい、会いに来てください、待ってます。この時うん超元気だった、マジで顔見たら元気出た、なんか自分めっちゃ分かりやすいなと思った、嬉しかった、なんかいいことも悪いこともあれすごい顔に出やすい、嬉しかったらなんかすっごいニヤニヤしてる、なんか自分であ口角上がっとるわって感じるぐらい分かる自分。りえたんいつも楽しそうにダンス、楽しいからね楽しいからね、嬉しい、伝わってるんだったらいいや、嬉しいわ、嬉しい、伝わってるんだったら、うん、あねあの本当に来てくださった方絶対に分かるので安心してマジで、どこにいようが見つけれる、本当に2階の一番奥で本当にもう絶対にあ気づかれないんだなとかって思って連中さんとかも絶対気づいてるから、1回は絶対にレッスン送るって決めてるけん、マジで安心してください、自信持っていいんだよ、もっとなんかめっちゃ不安そうにするけどめっちゃ本当に自信持ってほしい、本当にもうめっちゃ自信持ってほしい、
めっちゃニコニコしたチョルチョルホッチャヤッホー、ともあきさんこんばんは、ありがとう。ともあきハッシーハートありがとう、ハッシー大好き、顔にぴったりハマった、ありがとう。ワクチン頑張れ。タイヤード、あタイヤードね、頭ええな。さすが頼れるわ、頼れる先輩や。とも先輩や、頼れる。ケンくんハートありがとう、ヤッホーケンくん、ゲーム大好き、見て取り123好きすぎて3ハートありがとう。コージヤッホー嬉しい、ただまるヤッホー、ただまる新一ありがとう。配信とかめっちゃ覚えてる本当に。目線あったよね、私もあったと思ったよ。ミツバチハチさんヤッホーありがとう。むしろなんか一方認知してることが多いんですよね、私の場合は。どっちかというとなんかなんで僕はりねちゃんのことをあまり知らないのにりねちゃんが知ってるんだろうっていうことが多いので、自信持ってほしい。やっぱ知りたいじゃん、なんか一回でもさ会いに来てくれたりとか、一回でも気になってるとかってね、会いに来てくれたりとか、まあコメントとかしてくれる、リプとかもツイッターで初リプとかって、なんかどういう人が自分のこと気になって来てくれるんだろうって考えたらさ、なんか嬉しくない？好きって言われてさ嫌な気持ちにはならんけん、私は他の子はなんか分からんけど、好きって言われて嫌な気持ちにはならないし、むしろ好きって言ってくれた瞬間私はもう惚れるので、その人に対して、だから嬉しいです。だからね、どういう人が私のこと好きって思ってくれてるんだろうと思って、やっぱ気になっちゃうわけよ、だから見ちゃう、マジで。ね、りねちゃんがどこで踊っててもやっぱファンの人は見つけてくれるわけじゃけん、私もファンの人がどこにいようと見つけようって。そう、めちゃめちゃ広い会場、この前の本当にサンプラザとかもめちゃめちゃ広い会場で初めてあんなペンライトの数を見て、あんな景色初めてだったんですけど、もう絶対に隅から隅まで見て絶対見つけたいって、本当に一番逆最善の人とかも見つけたので、一生懸命こうやって探してるからね。そうそう、届いたらいいなっていう、これいっぱいねファンの方がいようとね、りんちゃんを推してくださってる方と私は一対一だと思って接してるので、りんちゃん推しさんとなんか連番してるわって、知らないりんちゃん推しさん、僕にはレス、りんちゃん推しさん二人いるからレスくれないかなとかって思っても、ちゃんと一人一人に向けてレス送ってるので、マジで安心してください、嬉しい。カートお疲れさん、カート一緒に出してありがとう、しもい嬉しい嬉しい、ありがとうね、くまちゃん、くまちゃん、くまちゃん、え、私もくまちゃんおるけん、ちょっとくまちゃん同士対面させよう、嬉しいね、本当に。のぶくやっほー、ありがとう。よなぴやっほー、鼻声絶対嬉しい。こんばんはしてるねえちゃん、マジ嬉しい嬉しい、本当に、え、じゃあ毎日するわ、嘘。嬉しい、そうやって言ってもらえて超元気出る。怖いやつ、怖くないよ。いや本当に、でもどうなんだろう、一方認知って良くないかな、怖いかな、やっぱり。でもやっぱ言っちゃうんだよね、応援してます
ちーちーパッパさん、ありがとうございます。やっほー、こんばんは。もう本当にどこにいようがわかる。自分全然嬉しくない人やから、マイカレイちゃんの感動しないで、会いに来てくれるだけで嬉しいから、それをもう返すだけだよ。ありがとう、ほんとペライト振ってくれてありがとうね、本当に。えマジで本当に僕隊のね時から、あそこのあなんか下バンドから本当に嬉しかった。ペライトブラックとピンク持っとって、タングユーさん、はーい、ハロー、ありがとうございます。キヨピ、ヤッホー、こんばんは。カムカバーさんもヤッホー、ありがとう。メカブさん、ハムハム、ありがとう。なんかメカブさん来たことあるくない？本当にありがとうございます。 STU48 日研究所岡山県出身、18歳のリネタンこと一面です、よろしくお願いします。ありがとう、メカブさん。こんにちは、ハンバーグ、ヤッホー、こんばんは、仕事からお疲れ様、嬉しい。つぼのしん、ハートたくさんありがとう。つぼのしん今日も大好き、愛情も真ん中ポーンけんくん、ハートありがとう。けんくん今日も大好き、ラブ、キュン。今度いつ会えるんかなあ、分からん。でも結構会えてないよね、会いたい。お話し会にテンション高い印象しかないあのテンションの高さを見たい、私は。またパセリの推しのチョコを食べたんですよ。めっちゃめちゃ美味しかった。なんかパセリがもうずっと食べて食べてって言ったチョコがあって、それ食べたんですよ。頑張ったしと思って、めっちゃくちゃ美味しかった、マジで。ガーナのやつ神だった。あ、なんかさ、かじるバターアイス気になるんだけど、美味しいんかなあれ。かじるバターアイスって美味しいんかな。なんかめっちゃバターってやな、みんな。でもちょっと怖くない？美味しいんかな。カズリン、やっほー、ありがとう。石剣マシンさん、バラありがとう。石剣マシンさん、このバラもしよかったらイベント一緒に交換したい、ありがとう。ヒロさんお疲れ、ヒロさん今日もお疲れ様、ありがとう。よく頑張った。アキさん音符ありがとう。ルン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 、アッキが来た、ありがとう、嬉しい。春夏秋冬、いい曲だよね。ケンパくん、ありがとう。一本にされてそうですが、え、お話し会来てるから一方認知も何もないよ一方認知も何もないよ、普通に覚えてるけどお話し会あったことあるくない？なぜ私だけ？ある気がするんだけど、ちゃんと覚えてるよ。え、マジで本当になんかファンの方、レンちゃん推しさんが思ってる以上にマジで覚えてる。え、本当に1個食べずに1個だけ冷蔵庫にあるよ、食べるかじるバターアイスが。え、そんな美味しいん？え、じゃあ1個また食べるわ、明日食べようかな。今日お腹いっぱい、普通に担々麺食べて、セブンの担々麺も普通に美味しい。あ、よかった、いいよ、じゃあ今日食べるわ、今日食べるっていうあれよりもリネって呼んでくれた嬉しさの方が勝った。
いや本当にリネって呼び捨てするのマジで好き、マジでありがとう、嬉しい。いやマジリネはちょっとさすがにちょっとドキドキするわいやもう本当にね、高尾山かにね今日ねなんかリネちゃんって言われたよ、リネって呼んでって言い直したらリネって呼んでくれてマジでドキッてした。いやマジ呼び捨ては強いなと思って、いやちょ本当にリネって呼んでみんなリネ呼び、え、そうリネってね呼んでくれてるのめっちゃ嬉しいんだよ、本当に嬉しい。リネ、いやマジ幸せだから、そうリネって呼んでくださいみんな。マツンさん、誰もありがとう。マツンさん、マツンさんのおかげで収穫できたよ。これからもずっとマツンさんと私が幸せでありますように。ありがとう。ねコメント、リネって可愛い。みんなリネって。でもなんかリネタンとか定着してる。今日ミスド、みんなのおじさん、やっほー。今日ミスド食べました。内海さんミスド最近行ってないな。なんかいつだろう、5月、もう覚えてない、5月か6月に行った気がするんだけど、なんかうーん、でもなんかミスドのあの芋のやつはめっちゃ気になる、 めっちゃ美味しそう。あれなんかさつまいものじゃん、さつまいものがめっちゃ美味しそうと思うんだけど食べたことないな、つまいもど。幸せじゃん、今コメント欄超幸せなんですけどみんな呼び捨てしてくれてる、普段からリネって呼んでくださいみんな。なんか今日ねペンライトがバットみたいに太い人があったなんかバット振りマンションって思ってる、こんな太いピンクとブラックのペンライトがあったの、こんな太い、本当にこんな太さの2階にこんな太いピンクとブラックのペンライトの、でなんかリネちゃんおじさんからいて本当にびっくりした、えみたいな、極太のうどんかバットみたいな、え太って思ってすごかった、わかんない、いたよね、なんかいたよねえ、びっくりした本当に、なんか超嬉しかった、なんかめっちゃマジって、え、わかんない、でも持っとったけんええんじゃない、ペンライトの分類入るじゃない、リネ推しやばくね、え、リネちゃん推しさんみんな可愛い、やばくないよマジで、ちょっとリンちゃんのためにペンライト買って買う時間とか作ってくれとんじゃと思った、嬉しいもん、やばくないでも面白いよね、いやマジびっくりした、自作かもしれんね、だっておるって私、他のインターンおるって私ね、自作かもしれんねタカさん星ありがとう、イエーイ、ちら先週なんか爪かけたんだけど、このちょっとさ、さこちゃんのさ爪がさ長すぎてさ、それがめっちゃツボなんですよ、この前の僕隊で切られとったけど、さこちゃんの爪が長くって本当になんかマジで怪我、踊ってる時に本人が怪我しそうなぐらい爪長くて、さこちゃん私は長い爪が好きなんだけど、さこちゃんもうずっと切りなさいって言われとって、でも僕大の時に切ってなかったっけ、でもまた機会があったら切るかもとかって言っとって、全然多分切る気ないんだろうなって感じでそれで僕大の時にエレベーター乗ってる時にマネージャーさんにもう切ってって言われとって、切られとったね、マジでか、え、ちょそれこそさこちゃんエピソードでめっちゃくちゃもう死ぬかと思ったぐらい可愛かったのが、
あの控室でさこちゃんが戻ってきたんですよ、あのミニスタが終わって。でリトちゃんと入れ違いで待っとったら、私の顔がこんな顔だったらしいよね。このなで私もなんか分からんけどぼーっとしとって、そしたらさこちゃんがバーンって乗っかってきてくれたんですよ。こうやってキュッてはぁってさこちゃんって言って、もうリネちゃんリネちゃんの顔がもうこんなんだったっけって、もうその私が元気出るようにピョンって乗ってきてくれたの可愛すぎて、マジで最高ロリ、マジ最高ロリ、もうめっちゃ可愛い本当に。さこちゃんマジさこちゃんさこ姫かしか勝たんさこ姫かしか勝たんほんまに、マジで可愛いよ。でも妹欲しいと思った瞬間、いやマジ本当に私お姉ちゃんが2人いるんですけど、やっぱり妹欲しいなと思った。やっぱりその子供子供マジで本当にだった。いやマジでロリしか勝たん、可愛すぎてサコ姫かしか勝たんのよ本当に。うん勝たんしかサコ姫か、いやマジ本当にやばいよ。えでも年下の女の子可愛いなと思う、なんかマジでなんか養ってあげたいと思う。なんかさサコちゃんがさ私の服の系統めっちゃ好きって言ってくれるんよ。世間さサコちゃんなんかもし金くなったらあげるわって言ったらさ喜んどってさ、もうなんかサコちゃんのエピソードをな聞きよったらもうなんか本当に可愛すぎてマジで可愛い、ばっか可愛いよ。うんマジでもうずっとサコちゃんでいてほしいな。もしサコちゃんがもし反抗期になっても私は絶対何とも思わない気がする。可愛いなで済むと思う。いやもう JK という考えられない。マジでサコちゃんに可愛い服をあげようって決めた。マジで可愛くない？ポンっての買ってきたんよ。いやもう可愛すぎて。マジ普通にガチで可愛いって言ってしまったもん。サコちゃん怖いの好きでしょ、マジ。えでも結構さサイコパスよねサコちゃんって。え嬉しい、いやちょ気合いそうなんよね、気合いそうなんよね。なるさんやっほー、めんちゃん怖い嬉しい、ありがとう。つてつてつ武田さんやっほー嬉しい。いやまさこちゃん可愛いよな。じゅんじゅんありがとう。名前呼んでなかった。ともひろもヤッホーありがとう。ともあきもヤッホーありがとう。やなくんヤッホー。え、おるおる、お姉ちゃん、お姉ちゃん二人おって。一番下です、3姉妹の私。お姉ちゃん2人おるんじゃけど下の子はいないの。いとこが高一で、小学校3年、4年生か3年生の子がおる、5年生か分からん、もう忘れちゃった。おるんですよ、小学校4年生か5年生、4年生あった気がする多分、分かんないけど成長早い、マジかわいい。サコちゃん気になってきた。え待って、本当にさ一瞬耳鳴りして聞こえなくなったんだけど、絶対お支援しないで。え普通に耳鳴りしてきた急に。サコちゃん気になってきたってコメント、え なんか急にさ耳がおかしいことになったんだけどタイミング、えガチでやめて、ちょっと教えしないでね、気になったらダメ、目目だよ。クニクエモヤッホー、お疲れね、タイムがすごすぎる、マジでびっくりした。いや分からん、なんかもう最近なんかいろいろ分からん、マジ寝つけんし
なんか今日もうなされた、言ってないけど今日もなんか寝とる時、うなされたっていうかね、前ベッドで寝て、自分のベッドなのに全く寝た気になんないんですよ。なんか本当に自分のベッドなのに寝た気になんない、疲れが取れない、なんかわかんない、疲れとかないのになんか疲れた感じがするんですよね。なんか右足とかもね、昨日急にめっちゃ一気に痛くなったりとかして、ちょっと謎謎だったんですけど。ケイスケやっほー、デルマありがとう。ケイスケが幸せになりますように、ありがとう。いや、怒ろう、なんか怖いよね。悩み、悩みの、なんなら幸せ、普通に。え、でも幸せなことあるって聞かれたらマジないんだけど、普通になんか幸せだなっていう、俺だけで。なんかこうやってファンの人が優しいっていうの幸せだなって。なんか本当に寝るだけで疲れちゃうみたいな感じ。サーピー気になってきてる。ダメー、絶対ダメー、ノー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 、絶対ノー。もっと、もう1億年ぐらい気になっちゃダメ、1億年ぐらい連チャンをしていてください。え、なんか本当にリネ自身もちょっとローリーやりたい。どういうこと、ちょっとわけわかんない。ちょっとわけわかんない。でもやっぱ小さい子可愛いなってなる。ちっちゃい子はね可愛い、ちっちゃい子が好き、可愛い、ちっちゃい子は可愛い。うん、リネ好き、嬉しい、いやマジで嬉しい、本当に。さこちゃん、確かにさこちゃんもいつか大人になるんかなって考えたら怖いよね。いやマジやばいな、自分もさ結構さ、え、自分この前まで高校生だったんで、今年の4月まで私高校生だったん、やばくない、どう思う。STU 入ったの高2じゃね、なんだかんだ私高2で STU 入ったんで、どう思う、なんだかんだ高2で STU 入ったんだけど、どう思いますか。信じられん。そう、なんだかんだ本当に今年の4月まで、3月か、高校3年生、今年卒業したんで、まだまだ高校生。つぼのしん尊い、ありがとう。つぼのしんが今日も尊い、ありがとう。天才、ありがとう。とくりん花束ありがとう。トクリンが花束くれたんで、私もトクリンの花束受け取っちゃう。プレゼントありがとう、嬉しい。ジルボー魔法のドリンクありがとう。ジルボーから魔法のドリンクもらった。ポン、なんだこのドリンク、ごくごく、うん、なんだこのドリンク、ジルボーのことしか考えられない。ジルボー、あ、ジルボーどこどこ、あ、いた、ありがとう。ジリボーシキシキビームありがとう。ジリボーがシキシキビームをくれたから、私もジリボーにシキシキビーム発射、バーン、これで大好きになりますように、ありがとう。特にクマちゃん6個、ありがとう。特林がクマちゃん6個もくれたから、今から私がそのトクリンのクマちゃんになる。ドゥン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 、トクリンのクマちゃんになった。ドゥ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 。ありがとう、嬉しい、クマちゃんありがとう。
ドゥ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 ルンパありがとう嬉しい。シュウくんやっほー、鬼滅、あ、え、もう終わったん、鬼滅しょったやな、ちょっと私分からん、え、なんかユニバのさ、鬼滅のさ、ポップコーンバケットがあれみたいな、なんかすごいみたいな話題になっとったくない、なんか2時間待ちみたいな、ポップコーンバケットになんかアトラクションやないかいみたいな話題になっとった、あれ、ねずこちゃんさ、ねずこちゃんだってねずこちゃんねずこちゃんさ、あれなるらしい、なんかうーんみたいな、分からんけど、でもちょっと分からんけんさ、分からんけんさ、なんかあんまり深掘りはできんけど、ねずこちゃんの声ってなんか大人だよねえ、なんかわかんない、お姉ちゃんが好きなんですよ、お姉ちゃんねずこちゃん好きなんですよ、一番上のお姉ちゃんがすごいポップコーンバケットにうーんってなれるんじゃんと思ってかわいいねんねんねずこちゃんとか言葉が出てこない最近自分なんか喋り方真似さ、え、聞いてほしい、なんかさ最近さなんか喋り方真似されること多いんよ、なんかもうなんか私が喋ったことをオウム返ししてくれる人多いんですよ、そんな喋り方変かな、なんかさオウム返しすると変かなってなる、なんかチェキ取った時もチェキ取ってくださった方のチェキがもらったんですよ今回全部、だからもう今回チェキ最高イエーイみたいなこと言ったらなんかオウム返しされて、なんかめっちゃ真似されるよ本当最近喋り方、なんかめっちゃオウム返しする、いろんな人に、なんかでも喋り方もうちょっと変なのかな、ちょっとハキハキ喋るの頑張る、なんか何十回目だろう何十回言ったらハキハキ喋るの頑張るわって言いながらもハキハキ喋れん、え、なんかハキハキ喋っとったもん、喋ったっけな、あ、まめっち、まめっちと申します、ありがとうまめっちと申します、ありがとう、申したよ、ありがとう、かわいい、ありがとう、まめっち、今日もまめっちが一番かわいいよ、ありがとう、メガネかけとったんじゃな、まめっちってびっくりした本当に師匠、草刈木さん、かわいい、ありがとう、草刈木さん、今日も一番かわいいよ、ありがとう、嬉しい、コナタン、グッド、いいね、カタグーッ、最高最高、ありがとう、嬉しい、かわいい、嬉しい、ありがとう、まだ見てくれてたら嬉しい、ありがとう、配信めっちゃ、揚げ黒パンダさん、やっほー、最近私パンダ好きですよ、ありがとう、最近パンダ好き、本当に分からんから、パンダかわいいなと思った、うん、パンダ可愛いなと思って最近、最近みんな何してる？最近みんな何してるの？最近みんな何してるの？こんばんは、元気？うん、元気だよ、ありがとう、嬉しい、デリシャスハートさん、ハートありがとう、はい、ハートありがとう、もうデリシャスハートさんがハートをくれたんで、私もデリシャスハートさん吸収してパーンって返してパーン、サプライズありがとう、嬉しい、しんいちハートありがとう、しんいちは今日も大好き、 LOVE ラブありがとう、嬉しい、変ではない、本当に興味持たれること、喋り方特徴的、マジ本当に本当かな、イエーイってか本当にまだ喋る、マジすぐにハッピーみたいな、
めずこちゃん来ん、そりゃ最高、そりゃ最高だね。だったらリンに嫌われて考えてる。もう、ね、気に考える前に感じろよ。気に入ってんだから、うん、気に入るも何もみんな好きだよ私。なんかもし私のに暴力を振ったりとか、うるぇーとか、何すんだようるぇーみたいな感じの人とか、ちょっとなんぼりえちゃんを好きでいてくれてもやっぱりちょっと周りの人に迷惑かかっちゃうのあんまりなんですけど、もう普通になんか気に入る、何を考えてるの。私は好きだけど、みんなのことみんなのこと好きだけど、本当に、いやマジでみんな一人一人一番なんだよ。みんなさ、いっぱいさ、なんかれいちゃん推しさん追ってくれてるけどさ、本当に一人一人よ、私一人一人が一人一人だから、本当にマジで、もっと自信持って、本当にマジ自信ないよ、みんなマジ自信ないよ。そんなこと言ったら私も不安になる、私も不安だよマジ。そんなこと言ったら私もたまに考えたりするよ、れいちゃん推しさん、なんか最近私のことやらなくなったんで考えたりするけど、私は好きだからマジで、本当になんかシュールやべちゃなみたいな、シュとか戦いにならない限り全然。スチルソンヤッホー、めっちゃめっちゃいいし、分かった一瞬で、帽子これおもろい、ありがとう嬉しい、本当に嬉しい、ありがとう、私も楽しかった、ありがとうね。そんな人おるん、え、おるんじゃない、シュッシュッとかっておるんじゃない、なんかこういうなんか ボクシング最強ですみたいな、もう握力には自信がありますとかって、急になんか 腹が立ったけん殴っちゃうみたいな人とかおるんじゃない、わからんけど、なんか顔見るだけで腹立ってきたとかって言って、殴ったりする人おるんじゃないかな、わからんけど、いやマジで本当に怒られてる時もなんか笑ってるように見えるから、本当に腹が立つとかって言われたことありますよマジで。いや本当に私は真剣に話を聞いてても、私の顔が笑ってるように見えてイライラさせちゃったりとかすること、私は本当に真剣に話を聞いてるのに笑って、笑わよみたいな、そう言われたありますよ。ひどいよね、なんか遠回しにさ、なんかディスられてない顔のことでもりんちゃんおじさんは優しいから失礼だよね普通に。でも私はなんか人の顔見て笑っちゃうんですよ。え、なんかその人の顔が面白いとかじゃなくて、人の顔に対して何も思わないんですけど、なんか嬉しさのあまりニヤニヤしちゃうの、なんか何なんだろう、なんか私のニヤニヤは嬉しさなんですけど、変な意味でニヤニヤとかじゃ、いやらしい意味でニヤニヤとかではなく、嬉しいあの表現、なんかニヤニヤしてる時って嬉しい時なので、なんかニヤニヤしてるだけで、なんかでも私怒られてる時はニヤニヤしたことないんですよ本当に。そうだって嬉しくない、だってメンバーですら、メンバーの顔見てすら私ニヤニヤするよマジで、嬉しいもん。2日ぶりとか3日会ってない時でメンバーで常に一緒におる人だけ、なんかすごいやっぱ嬉しい、懐かしさを感じる。2日3日会うんだけど、すごい久しぶりってなるんよ、嬉しさの前ニヤニヤする、久しぶりみたいな、分かるかな、伝わる、うん。でもなんか私なんかあのになんかなんでニヤニヤしてる気持ちではないんだけど、ニヤニヤしとったりするって言われることがあって、私は全く真顔でおるのに、なんでリネタニヤニヤしたのってメンバーから言われることとかあるんですよ。だから自覚ないんかなと思って、うーん、なんなんだろうな。でも顔見るだけでイライラするはすごい、なんかディスられてるねまあそんなこと言ってくる人は私も知らないからこっちの方が腹立つわって思うけどね。なので笑顔大事やマジ、
幸せな時は幸せって表現するべきだと思う。無理、なんか幸せな時にイーって笑わないか、イーってか作り笑いとかなくて、やっぱ感情に出るんかなって思う。なんか感情に出るんかなってさ思うよね。なんか何なんだろうね。なんか自分どっちかっていうとほんまに粒が浅い、浅い人よりも浅いみたいな。で一番上のお姉ちゃんにとってめちゃめちゃ粒が浅いけん、マジで本当に多分すぐ余計になんか表情に出やすいんかなと思って。そう、 2,3 年前とかの思い出し笑いを平然としますからね。なんかふと思い出したこう面白かったことって、あ、なんか2年前ぐらいにこういうことあったなと思って考えてたら面白くて爆笑してしまう。それが2年前とかじゃなくて普通にパッと出てくるんですよ。2年前にこういうことがあったなとかじゃなくて、なんか例えば普通にご飯食べる時でもその2年前にあったことがピッ出てきて、それで爆笑しちゃうみたいで、なんかご飯食べてる時になんでりねちゃん急に笑ったみたいな、あ、そうそう、今書いてるなんでりねちゃん急に笑ったみたいなことを言われるけん、え、なんか面白かったね、ここの1年生の時いいなって言ったら、え、めっちゃ昔じゃんみたいな。そう、なんか惹かれるなんなんだろうね。え、でも面白いけんさ笑ってるなんから、まあいいよ。害は与えてないやん、笑うことで害予防にもなるし、自分そうだからいいんです。笑ってその顔に泥を塗ってるわけじゃないし、人のだから大丈夫、殺してるわけじゃないし、笑った瞬間死ぬみたいな世界じゃないし。でもなんか映画とかでさ、なんか作り話っちゃけどさ、あったよね、なんか顔を見ただけで何かが襲ってくるみたいな、後ろを振り向いたら何かみたいな。逆に感情薄い子はどう思う？どうなんだろう。立場によるんじゃない？家族とかがさ感情薄く、どうなんだろう。でもやっぱさ、なんか求めるものが違うじゃん、人それぞれ基準があるけど難しいと思う。例えばまあなんかなんていうの、求めるのは良くないけどプレゼントを渡します、相手が反応薄い子って分かっとって、これプレゼントあげたら喜ぶだろうなと思ってたら、やっぱり反応が薄かったとかなった時に、なんかその子は薄いって分かってる子だったらいいけど、分からない子とかだったらあげたのに喜んでくれんみたいな不安になる子もおるわけじゃん。じゃけんちょっと難しいけど、まああれなんじゃない、何かをプレゼントするにしても何かをしてあげるにしても、なんか相手に期待しなかったら何も辛いことなんかないかな。だからいいと思うけどね、まあ、その人はその人じゃけんさ。そう、なんかすごいシャイな人とかもおるわけじゃんね、難しいしね、本当に人それぞれ。私は本当にアメちゃん一つもらっただけで大喜びするぐらいの人間じゃけど、他の人はアメちゃんもらってありがとうで済ませる人もおるし、アメちゃんもらってえ美味しそうっていう人もおるわけじゃん、お礼もやずに。マジで人それぞれ価値観が違うの、アメちゃんとかの価値観、何そのものに対しての価値観とか、そう見返りを、そうそういうのも大事、なんか何そのものに対しての価値観が違うわけじゃん。難しいけど私は感情薄くてもなんとも、相手に期待しない方が楽だなと思ったので、去るもの追わず来るもの拒まず日がまずやって言いかけたけど、拒まずっていう考え方で言ったら別になんとも思わない。でもいいと思うよ、感情薄くてもそういう人なんだっていうことで済ませれる。ね、そうそうそう、本当にやっぱね、心の中でシュシュシューみたいな人がおるわけじゃけん。そうそう、まあ簡単な例え方をしたら、私も電車に乗ってる時に、電車とか、まあ、普通に歩いてる時とか音楽聴いてるけど、見て普通にさ街中で歩いてったらさ、あ普通に女の子歩いてると思われるかもしれないけど、私の脳内は音楽もう言うしブン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 、祭り騒ぎなわけ脳みそ。じゃけんそういうことよ。そうじゃけん、人からどう思われても、人からどう思われてるかも分からんけど、
心の中ではあよっしゃ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 ウェン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 ブン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 バンバン今日もペアリーピーみたいな感じなわけ。わかるかな、そんな感じじゃない、それに例えたらわかりやすいね。普通に歩いとってもさ、いやマジでもう最近はもう毎日毎日僕らは鉄板の上でみたいな、たいやくん最高みたいな感じの人もおるわけじゃん。面白いよねっていう、そうマジでなんか普通にさ歩いとってもさ、えあのスカート可愛いどこのなんだろうみたいな、普通に素通りしとるように見えて、あのスカート可愛い、えあれ私が欲しかったやつじゃんみたいな思ってるし、そんな感じじゃないみんな。それを出すか出さんかじゃない、それを出すか出さんかじゃない私もその音楽のテンションの高さ、音楽聴いとるテンションの高さとかをさ、街中でさなんぼ感情出すってもさ出さんわけよ。だって一人でブン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 とかって言いながら歩いとったらやばいがん事件出さんけど、まあ、普段は感情出すけど、そうそうそんな感じだからまあ気分とかにもよるんじゃないかな、うん、悲しいけどマジえ今浮かんできたのがたいやくんの歌ったっけ歌った面白い。初見ゆいさん、ほんこんにちは、ありがとう。私は DD おさん、こんばんは、ありがとうございます。初見さん一周法廷日研究所岡山県出身18歳のりねたんことつまです、よろしくお願いします。ありがとう VP。 そうそうね、つちりさんハートたくさんありがとう。つちりさん今日も好き好きりそう好きりそうありがとう、いちごいつも美味しそう、ありがとう嬉しい。りょうたくんアイス、ありがとう。りょうたくんこれアイス、わーありがとう嬉しい。いや本当にでも結構静か、でも結構本当になんかね、何なんだろうな、結構静かだと思う自分。メンバー中だったら、メンバー中だったら結構静かだと思う。なんかなんて言うんだろう、結構自分根は静かじゃなって思っちゃうことがある。わかんない、なんか人からの印象がどういう風に捉えてるか、元気って思われるかもしれんけど、いやマジ普通になんか、うん、あやぱんとか話しようと落ち着くもん、静かだと思う、根は静かな気がする。でも素なんよな、この何なんだろう、難しいよね。なんか見てない姿があるんかもしれんとかって、悟りを開いてきた時もあっただけどなんか分かる、なんかうん、喋るのは好き、うん、ちょっと一人になった、えどうなん、めっちゃ美味しそうなんだけど作ってるわけじゃないよ、すじゃけんさ、本当に喋るのも好きだし、人と絡むのも嫌いじゃない、なんなら好きだし、ポジティブだけど、えネガティブになる、なるときはなるけん、ドーンと、そう一人の時間もガンスも好きなんですよ。あの心理カウンセラーですか心理カウンセラーですか、もしかしてメンタリストダイゴですかメンタリストダイゴさんですか、うん、一人の時間が好きだと考えてることはこうであって、メンタリストダイゴさんですかなんかね、素を出しとんじゃけど、なんかでも結構私本当にファンの、うん、本当に難しいよね、なんか
多分うつみのうつみれんちゃんのお姉ちゃんに聞いてくださいお姉ちゃんが一番分かってると思う。なんか自分自身が分からんことでもお姉ちゃんが一番分かってる気がする。自分自身でも分からんけん、それはれんちゃんおじさんにも分からんと思うけど、でもなんかすごいあれ、うん、一番下です自分は。三姉妹お姉ちゃん二人いる。数出してますよ。えマジで本当になんかマジで本当に変わらん気がする。大阪のねあの友達がいるんですけど、配信見てくれてて、リネ本当に変わらんよなみたいな、ね、なんか配信と配信あんな感じやったけど実際もなんかリネ変わらんなみたいな言われて、えいつもこんなんじゃねって、全然変わらん気がする。うん本当になんか実際もそんな感じやんなみたいな言われてさ、なんか変わらんわと思って、自分でも変わらんと思ってたけど、やっぱそうやって思ってることは、うん、そうそう大阪の友達がいるんですけど、そうそうメンバーじゃない、普通にプライベートのお友達がいて、マジででも楽しいよ。あ人生は楽ありゃ楽もある。休まないで歩けワンツーワンツー、ドゥン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 、幸せは歩いてこない、だから歩いてゆくんだね、一日一歩三日で散歩散歩進んだにおさんがる松健さんは俺俺ドゥル、私ちっちゃい頃マツケンサンバめっちゃ踊りよったんで、えこれさ私行ったことないかも、まだちっちゃい頃なんかおじいちゃんがめちゃめちゃマツケンサンバが好きで、マツケンサンバの歌を携帯のあれにしとったのよ、じゃけん私その曲がかかったら一人で踊りよったんよなんか覚えてる、今でマツケンサンバめっちゃ好きで、なんかその曲が好きで、マツケンおちゃんかサンバって一人でなんか踊るって、それおじいちゃんに見せちゃった。そう、それをねおじいちゃんに見せて、ね、喜ばせて、おじいちゃんがそれ見て笑うよ。だけどそれが嬉しくて踊っとったマツケンサンバ。マツケンサンバめっちゃ好きだった私。やばくない？え結構私本当に昔って感じ。本当に。演歌とかね割と好きだよ。あたしはなたやんでるんだったり、ドゥル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 、ジュリーオなんとかさんみたいな、みたいな結構知ってる。そうそうジュディオングさん、そうそうそう結構ね好き。なんかちっちゃい頃の曲って思い出したら懐かしいな。ピエロの涙みたいな、おばあちゃんがさなんかピエロの涙って歌った、えなんかこんな歌あったよね、なんかピエロの涙って歌った、そこのシーンしか覚えてないけど、なんかそれ一緒に歌ったカラオケで、なんかピエロの涙みたいな曲があった。それさカラオケおばあちゃんめっちゃ言っとって、
ついてつったよ。ピエロの涙みたいな。あと、ダンダダダダダダダ、それこそ大阪の友達が、大阪の友達のお母さん、私のお母さんとその大阪の私の友達がいるんです。そのお母さん同士が同じ出身県で同級生で、でなんか大阪にも行ったけど仲良くなったって、それでイエーイみたいな感じ。そお母さん同士のつながり、そんな感じ。え、ちょっとあの兵庫県、お母さんが兵庫県なんだけど、うちの大阪に今住んでる子はもう兵庫県ない、おばあちゃんちも兵庫県じゃけん、戻ってくる大阪じゃ兵庫県で会うよ。そしたらあのカラオケに行くわけ、やっぱウェーイみたいな感じで、でなんか大阪の曲を聴かせてもらった。ダンダダ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 ダってあれめっちゃいい曲だよね。大阪の神戸行きたい。神戸のさパン食べ放題のところ行きたい。神戸さ、私忘れたけど行ったよ。神戸結構行ったことある。ハーバーランドらへん結構行く、連れてってもらう、いとこが連れてってくれる。うん、いや本当にね、ハーバーランド、なんかねめっちゃさ美味しそうなパン食べ放題。じゃあアンパンマンミュージアム行きたいんよ。アンパンマンミュージアム行きたいよね、神戸の。ピューロに行きたい、ピューロに行きたい、ピューロに行きたい。1日100回ぐらい言っとる気がする。ピューロに行きたいって。アンパンマンミュージアム来て、キッザニアも行きたい。でもキッザニアもできる年じゃないよな。まずキッザニア行っとけばよかった、高校生の頃。キッザニア行っとけばよかった。キッザニアマジで卒業する前に行けばよかったもん。キッザニア楽しすぎるけん、マジで。キッザニア行きたい。ピューロでライブしたい。なんかさ、サンリオのさ、サンリオアイドルオーディションみたいなやつあってさ、なんかグループに入っとっても応募できるみたいなやつでさ、それ受けたかったなと思って、受ければよかったなと思って。わかんない、事務所の許可が降りるか降りないかわかんないけど、もし降りとったら受けとったと思う。言えばよかった。なんかしてみたいこととかあんまり言わないから、すごい興味がある。キッザニア、あ、いとこね、いとこ全然いけるから、いとこちゃんの付き添いで行こうかな。キッザニア、シナモンくんね大好き、かわいい。ニャニニュニョンっていうキャラクターがめちゃめちゃかわいいので、ぜひ見てみてください。ニャニニュニャニョン、めっちゃかわいいの。ニャニニュニャニョンってキャラクターマジでかわいい、調べてみてください。それも好き、サンリオかわいいの多い。時千さんが
ピューロランドライブショーってその TikTok が可愛すぎてマジで惚れた。可愛すぎてね、ポップコーンの出来たてのポップコーンいかが？あれあれ好き、あれちっちゃい子食べよった。神社火のときびだんご桃太郎兄ちゃんもはるけはるけとんやちょうぶらりぶり仮想化車窓あれは岡山後楽園岡山城はそこ息の姉ちゃんも小島ジーンズ刀剣の里蒜山高原宇野港倉敷美観地区さあ岡山48うちらに会いに来られ誰よりも好きになって頼むけなそう、なにゃにゃにゃんっていうキャラクターめっちゃ可愛い、見てみてください。ほんじゃ行くで岡山フォーディエン。これジラ祭りの時に披露する予定だったんですよ。今だから言えるんですけど、だから覚えたジラ祭りの時に披露する予定だったんですけど、なくなっちゃったから、そう披露する機会がなくなった。そう、初めて、私なんだか初めて聞いたんですよ。なんだかそこで練習するときに初めて聞いて、めっちゃ岡山じゃーってなった。めっちゃ岡山じゃーってなった。ほんまにびっくりした。聞いて嬉しい。そう、いやまたね来年ね行けたらいいな。でもさ、なんかすごいねありがたい、本当に岡山私岡山のイベントね、もっと呼んでいただけるように頑張ります。岡山県でも台風には勝てないよね。どう考えても台風には勝てんよ、ね、残念だけど披露できなかったな。私もジラ祭り出たかった。でも台風に勝てない、うん、あればかりやね、あればかりは。ちょっと岡山マジで来年、今年初なんじゃろジラも、なんかあれじゃろ、ウラジャとかなんかジラさんっていう方が開催してくる主催のお祭りみたい。トシヤヤッホーバラありがとう。トシヤこのバラ面白かったエビアと一緒に交換したい、ありがとうね。え試合の力にも勝てんし、じゃあ待って、中心あったのピアノ弾けるからあんた。ああ！嫌なぐ。可愛い。面白い。想像しただけで可愛いんだけど。なんかさ、自分さまだ二十歳じゃないしけんさ、お酒飲めんけどさ、なんかそのお酒のエピソード聞いたらさ、すごい可愛いなと思う。でもなんかどう、お酒飲めるかな私将来。でもアルコールチェックみたいなやつやったんや、あの高校でさパチテストみたいなのするじゃん将来の、あれ反応でんかったけど、父と母がお酒弱いって言ったけど、なんか今めっちゃ飲むんですよ父と母お酒ね。だけど昔弱かった、お父さんがめっちゃ昔弱かったみたいなこと言って、どう飲んじゃろうと思って。ちなみに私のお姉ちゃん2人はもう成人してて、成人住んでるからお酒飲んでる姿をめったに見ないです。ずっとソフトドリンク、なんで飲まんのって言ったら体質に合わんって。一番上のお姉ちゃんと真ん中のお姉ちゃんがお酒体質に合わんって言うんだったらすぐ顔真っ赤になったし、自分も多分合わんわと思って、あれじゃなと思って。ゆかさんありがとう。あ
もう昇格したんですけど、10月1日から正式に昇格します。研究生と外れます。昇格コンサートがこの前あって、あ、昇格することができたので、10月1日から研究生の名前を外れます。覚えててください。よかったらありがとうございます。ね、弱いかもね。どうなんだろう。なんか真ん中のお姉ちゃんは飲んだらすごいなんかすごい頭痛とかがやばくって、うん、飲めないって。一番上のお姉ちゃんはなんか普通に、なんて言うんだろう、お正月とか、あ、もうクリスマスとか1本2本は飲んだところ見たことない。1本飲むにしてもなんかそう、なんて言うんだろう、お酒感のないお酒を飲んどるみたいな、ジュースと変わらんけど、どんな感じなんって聞いたら、ジュースと変わらんけどなんか一本、うん、でも本当に顔真っ赤になってるから一本飲んですごいテンション上げなので、もともとお姉ちゃんテンション高いんだけど一番ね、なんかでもそれ飲んで、あ、なんか上げだから、そう、なんかお酒じゃけどみたいな受験さ、そう、でもねコーラ飲んでるの一番上のお姉ちゃんよく知ってるね。コーラが大好きでマジでコーラばっか飲んでる。そう、なんか自分、え、お酒って強い方がいいんですか弱い方がいいの、わかんないけど、なんかどっちがいいのかな。普通お酒は信頼でき、わかった、じゃあれんちゃんおしさんのも嘘早っ、寝て嘘お姉ちゃん家族と、家族と、うん、ダンちゃんありがとう、来てくれて嬉しい嘘すげえ早っ、え、どうなんだろうね、お酒強い方がいいんですか、みんなお酒強い、でもお酒強かったらかっこいいみたいなさ風潮とかってあるんかな。そんなことないかな、飲んだことないので私魅力を感じないんですけど、でもなんかあれかも、なんとも思わないかも、うん、相手に、ああ、そうなんだちょっとね、どうた面白い、面白い、もしや体に来てますマジ、だけどそれ持ったことはない、あー、迷惑かけれなければいい、あーね、すごいね、その風潮嫌ですね、嫌だよね、わかんないけど、私飲んだことないけど、もし二十歳が来て、あの配信では飲みません、配信では絶対飲まないけど、二十歳になってプライベートでもし解禁する時があったら、どういう風に弱いか弱くないか分かる。でもお姉ちゃんお二人がそれなら私も多分弱い、怖いな、あやぱんがまだお酒飲んだことないって言ってて怖いって言うんですよ。確かに怖いなと思う。どんな感じになる？配信では飲まないよ絶対。うん、なんか今じゃ本当に。すごいね。私そういう意味では飲まない。うん。まあね、やっぱそうよね、好きなものを食べて好きなものを飲んでいきましょう。すごいね、好きなもの飲んだらって感じなの、わかんない、最近飲まれて寝なくなった、そんなパターンもあるの、怖っ、マジ依存するんかな、なんで眠たくなるんだろう、なんで眠くなるんだろう、
違う、コーヒー飲んだら目が覚めるんか。ウロン茶飲んでいったらわからないよ。どういうこと？ウロン茶うまいよね。ウロン茶は普通に好きよ。私もウロン茶は好きよ。ウロン茶好きよ。確かにね、確かにすごい、いつかあと再来年か、今年19歳になる年なので、19歳になる年なので来年かな、ちょっと20歳の自分ってどんなんなんだろう、20歳の自分ってどんなんなんだろう、指名とも呼べて分かった。なんかいいね、なんか自分よりさ人生経験が多い人がさ多いけんさ、多い人が多いけんって言い方あるんだけど、多い言い方がさ多いけん、なんか嬉しい、こうやって教えてくれて、言い方も優しいしありがとう、ありがとうございます。キンちゃんありがとう、ヤッホー、はーい、オッケー、わかった、なんかあったらもうりえちゃん推しさんに言うわなんかあったら配信でれんちゃん推しさんに言うわまだわかんないので、私は20歳になるまで、20歳になるまで水を飲んで生きてくミルク飲んで生きてく愛媛の俺、え、絶対美味しい、愛媛のオレンジジュース美味しいよね。ポンジュースをね結構飲むんですよ。いとこの親戚がポンカンジュースみたいな、ポンジュース作っとってみたいな、農家でなんか絞りたてのポンジュースを結構なんかあげるってくれるんだけど、めっちゃ美味しいけん、愛媛のやつ美味しい。もう愛媛のね、何があれってもう霧の森大福が美味しすぎるよ。これ何十回、これさ本当にマジで1000万回ぐらい言ってるけど、マジで霧の森大福美味しい、え、本当に美味しい。霧の森大福の美味しさを知ってから愛媛大好きになった。愛媛で出たお弁当もめっちゃくちゃ美味しかったよ。なんかタコの酢の物入っとったし、なんかめっちゃくちゃ美味しかったんだけど、霧の森大福の美味しさを知ってしまってよ。私はこれやっぱり気に入ったよ。やばい、私も本当にもうずーっと言ってる。ツアーのこと聞かれ、ツアーの思い出はって聞かれたら 100% 言ってる、 100% 言ってる。大福が好き、うん、大福は好きか苦手かというと全然好き。でもなんかいちご大福とかも好きで、なんかめっちゃ進んで食べるわけじゃないけど、好きからない、私苦手はもうないんですけど、いや本当にねめちゃめちゃ美味しかった、マジでめっちゃくちゃ美味しい、食べてほしい。なんかね、抹茶が苦手な方はちょっと無理かもしれんけど、抹茶が得意なんだったら食べてほしい、めっちゃくちゃ美味しいよ。そう、食べたい、初めて知ったんよ。まなぶさんが「あの霧の森大福めっちゃ有名やで」って言ってくれて「そうなんですか」って言って「いただきます」って食べたけどね、お茶の香りがねめちゃめちゃいいよね、あれすっごいお茶の香り。ハトさんありがとうね、本当にヤッホー、めっちゃお茶の香りいいよねあれ。確かに、いや愛媛また行きたいな、すごいねいい経験をさせてもらいました、各地域で。本当にで、まなぶさんがいつも美味しいものを届けてくれるから頑張れたそうそう、他にもねいろんなメンバーの、お父さんとかお母さんとか、あと関係者の皆さんとかね、本当にいろんなことを支えてくださって美味しいご飯を食べさせてくれて美味しかった。ラーメンもまなぶさんのおかげで食べれたし美味しかった。
徳島ラーメンね、美味しかった。本当に食べると思わんかったよね。ね、私も愛媛でね、公園ねしたいね。だからめっちゃ美味しさんも美味しいものを一緒に食べたい。でコロナとかなかったらなんかね、レモン狩りしたかったな。レモン狩りしたかった私。コロナでさ、なくなったけどさ、リトチャ限定だったっけ、なんかレモン狩りのツアーみたいなあってくない？あれめっちゃしたかったんだけど、なんか結構応募してくれとったよね。でなんかなんかオンラインだったんだっけ、あれなんだっけ、スペイベだっけ、なんかの時になってくない、なんだっけ、スペイベだっけ。レモン狩り本当にしたかった、れんちゃん推しさんとか。うん、お話し会シーズンだったよね。お話し会シーズンで、あれ確かおもこいか、おもこいだったっけ、独り言かおもこいのシーズン話したもんだって。お話し会で来てくださった方と、レモン狩りあれどうなるんって言われて、え私たちも分からんで、でもコロナやばくないって話したけん、多分あれ お話し会の時なんだけど、ちょっとしたかったよね、レモン狩り。日本、あそれ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 、日本、あそうだ日本、そうだそうだそうだね、レモン狩り当たったけど、あそうだ、お迎えだ、そうそう、ありがとう教えてくれて、そうそうね、すごい。でなんかファンの人と近い、なんかスペイルとかもね楽しかったしね。またああいう一緒に思い出を作れるような思い出を作りをしたい。今でも思い出は作れてるけど、やっぱり距離とかの問題とかもあるし、楽しかった。うーん、みんな逆にさ何したいですか、なんか推しメンと何したい、みんな推しメンと何したい、りえちゃんとかじゃなくても、まありえちゃんおじさんだったらりえちゃんと何したいとかあると思うけど、推しメンと何したい、どんなイベントしてほしい、55分になったら壇上を読んでおしまいにします。推しメンとね、まずはオンラインお話し会が明日のね、また受付が始まるので、それも言わなきゃいけない。そう、イベント、もしイベントがあるんだったら、あと無謀な夢を、夢を、あなんかそれもあったから言おう。一緒に作ってご飯食べたい、いいな、最高なんよそれ。岩田さんこんにちは、ありがとう岩田。いやもう本当に最高なんよ。何作ろうかな、きびだんご作ってあげる何がいいかな。1週間生活して1週間私の料理を食べるのはどう、それだったら握手会ね、握手会、握手したい、なんか近いさ距離でなんかしたいよな。でもそれができんもん、それができんもんだったら、そうイベントもしあるんだ、とにかく会いたいね、会いたい、私も会おう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 。最近普通に髪見合った、いや俺マジ近かったよね、あれガチ近かったくない、あれは普通に髪だった。しかもさ、3分だっけ、5分だっけ、1人5分だっけ、なんか話したよねそれぐらい、1人5分だっけ、1人3分、なんかめっちゃ長かったくない、近かったし、なんかマジで楽しかった、あれは3分か、めっちゃ、あんだけ話せるのすごい珍しかった、初めて会ったし、すごい、なんかめっちゃここだったマジ距離が、ちょっとドキドキした、ちゃんとアクリル板とかあったけど距離が近いけん、毛穴から何から見えるわけ、やっぱ
嬉しい、ま、てかみんな涙袋でけえ、れんちゃんさんみんな涙袋でけえそう、バーベキューハム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 したいのかわいい、ハムハムしたいの、バーベキュー食べたい、いいね、なんかさいいね、じゃあ私がお肉焼くけん、お肉焼くけん、あの食べて、私の焼いたお肉100枚焼いたら100枚食べてお腹いっぱいとか許されんけん100枚焼くわ100枚焼くけん100枚食べて、ちょっとお腹いっぱいって言ったら、ちょっと叩く嘘、叩きやせんけどカラオケ大会、あいいね、歌いたい、なんか一緒に肩組んで歌おうや肩組んで歌おうや大学生のノリが肩組んで歌おうやけん玉、けん玉、あいいよ、けん玉、じゃあ私けん玉名人なんで教えます、けん玉名人なんで教えます、じゃあ私からこうやって持つんだよ、こう膝をしっかり曲げて、いいね、ワイワイできる、なんでもいいね、じゃあじゃあ服、服見に行くか、服見に行きたい、え選び合いっこしたいの、服の、服の選び合いっこしたい、姉ちゃんのきびだんご、それさ、えそれさ STU 祭りみたいな文化祭あったんですか、あれあれ私やろうとしてたんだよ、私の、私がリネクッキングって言って私がきびだんごを作るみたいな、それをファンとしてあげるみたいな企画考えてたんですよ、でもコロナでなくなっちゃったよね、 STU 祭りですらもうなくなったよね、 STU 祭りも、私考えてたんですよ、私が作ったきびだんごをファンの人に実際お渡しするみたいな、あったんですけどね、なくなっちゃいましたね、前にあったリアの七夜は面白かったな、絶対楽しい、リアルしちゃう、やりたい、楽しそう、めっちゃいいじゃんリアルしちゃう、あれあれ、えリアルしちゃう、私いとことやったわ、お正月帰った時にいとこの家に行ってしちゃうべよ、トランプ、ガチのトランプでしちゃうべやった、うん、テニス、テニス私難しいけん教えて、逆にテニス難しい、楽しそう、なんか想像するだけで幸せ、まだ姉ちゃん現場見てくれないか悔しい、じゃあ早く会いたいな、いつも待ってるよ私は、でも待ちすぎたらもういつなんだろうってなっちゃうから、じゃあ目標は今年中に、来年、来年か今年に会えたらいいね、一回でもお話し会おいで、お話し会おいで、それだったリアの、あったかいと思うよ、私手あったかいもん、あ手汗とかは全然かかんないんだけど、あったかい、なんか体温高い、常にあったかい、自分常に暑いって言っちゃう気がする、今のところに幸せ、最高じゃん、本当にね、いろんな各地で思い出作れて幸せして、私もありがとう、こんばんは、まだ間に合った、間に合ってるよ、ありがとう、から消したい、ってお話ししたい、確かにこれからもまた会いましょう、また話したい、顔見て、楽しかったよね、なんかサイン会とか、なんか別、なんか別の、なんかもう一つ前、一個前のスペイベがあって、それがマジでやばかった、でもなんかスペイベってさ限られた人しかさ来れんがん、なんか当たってる、どこに来るかもどこに行くかもその当たった人にしか分からんし、あんまり言わん方がええんかもしれんけど、スペイベって本当にスペイベなんですよ、
やばくないって思う。でもこれは自分がそのファンの人、自分がもしファンの人の立場と考えても普通にやばいなと思う。私ですらやばいなと思うけん。なんかあれ、ね、先生ビンゴの金を、今日は初リチュチュでした。レンタン可愛かった。ありがとう、嬉しい。ありがとう、マジやった、嬉しい。スペーベマジで楽しかった。3分話途切れなかったよ私。3分いっぱい話したけど、え、むしろあのやっぱさ、あのなんだかんだ初めましての方もいたのよ。テンション上がってさ、ドーパミンがドバドバ出ちゃった。ずっとテンション高かった。私マジ楽しかった本当に。ケイスケハートありがとう。ケイスケ今日も大好き。キュン。L O V ラブありがとう。56さん。やっほー。嬉しい。チョラさん、やっほー、こんばんは。あつ、私そう年中暑いんかな。本当に暑い。いやマジ楽しい。なんか、いやマジで本当に楽しい。なんか話せば話すほどさ、お互いのことが知れてさ、心を開いてくるじゃないですか。私最初からオープンじゃけど、やっぱファンの方とか最初ガード固くっても、やっぱいっぱい話したらガード緩くなって、すごいなんて言うんだろう、心開いてすごいさ、相談とかしてくれるけんさ、超可愛いなと思う。なんかその過程を知っていけるのが嬉しいよね。その人の最初を見てるわけやん。その人が一番最初に来てくれた時のことを思い出したらさ、初めまして、その人と初めましてした時は結構すごいお互い堅苦しかったけど、今じゃめちゃめちゃイエーイみたいな感じで本当にハッピーみたいな。え、なんかめちゃくちゃさ、いい、本当に楽しい。お互いのこと知れるって幸せなんだなって改めて思いました。私はこういう印象あったけど、実際話してみたらこういうことだったんか。すごいなんか真面目でなんか賢い方やなっていう、尊敬できるなとかってある。おうちカレー、やりてえ、めっちゃ楽しそう、めっちゃいいね、楽しそう。おうちカレー、絶対やばい、やばい、マジで、楽しそう。なんかさ、あれ好き、カレーも好きだけど、あれローストビーフ、やばい、55分、ハヤシライス、ハヤシライスが好き。ハヤシライス食べたい。福さんハートたくさんありがとう。福さん今日も大好き、ありがとう。ありがとう。じゃあ今日の1回で終わります。特にありがとう。じゃあ今日も13位から読んでいきます。ありがとうございます。じゃあ今日も13位、ちくわドーナツさん、ちくわとドーナツ、ん、どっちも丸いやんけ、ありがとう。12位、けいすけ本物、けいすけのけい本物です、ありがとう。11、南光さん、南光ぬりぬり、ありがとうございます、ありがとう。あ、13位、タカさん、まあ、読むね、13位入ってくる。13位、タカさん、タカ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 発見、ありがとう。10位、石剣マシンさん、石剣ドーメン、ありがとう。やばい。9位、スーさん、むすっぱ、ありがとう。うずい、呼吸困難ね、スーさん。
八位りゅたくんタキシードサムありがとう。はい、岡山のヒロさん、岡山のヒーロー最強ありがとう。6位ケンくん、ケンくんのこと今日好きじゃけん、本当に今日好きじゃけんだから、ケンくんのことずっと好きじゃけん、会いたいけんありがとう。5位コナタン、ドゥ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 コナタンありがとう。この前コナン見たわ、そういえば。4位福十三さん、福さんが怖じゃないよ、猫じゃない、コナよバレーポンポンありがとう。3位つぼのしん、つぼのしんありがとう。2位ジリボ、ジリジリジリボありがとう。そして1位がドゥルバン、トクリンです、リニリン、トクリン、リニリンありがとクリン。ナンバーワン、イエイありがとう。トクリン今日も楽しかったです、ありがとうございました、お疲れ様です。呼んでない人おるかな、みんなちゃんと呼べてる、 OK 呼んでますね、ありがとうございました。配信見てくださった方皆さんありがとうございました。切れるまでバイバイしよう。今日はあの広島クラブクワトロ、ハッシーさん可愛い、ありがとうございます。ハッシーさん今日は一番可愛いよ、ありがとうございました。今日初見さん多くてめっちゃ嬉しかった。今日はあの公演もね来てくださった方皆さんありがとうございました。暑くてもちょっと汗が出始めた。いやちょっと達也君ヤッホーおやすみ、バターアイス食べようか、食べまいか、でももう遅い時間が、でも多分お風呂上がり食べたくなるだなっていう、サッカーいいさんありがとうございます。りゅうちゃんありがとうございます。もう終わっちゃうけどまた来てください。明日配信できるかな、スケジュールさ来とったけどまだ見てないけん、配信できそうだったらそれはなるべくしたい。お疲れ様、お疲れ様、今日食べよう。お風呂入らんといけんし、多分お風呂入ってから上がってから食べます。じゃあバイバーイ、おやすみなさい、あおやすみなさい、リウム切れちゃったか、絶対切れたでしょ、絶対切れた、えっもう11時来たんだけど、え切れたよね、あれ、あじゃあサッカー12時じゃないわこれ、あ12時じゃないわ、えそうじゃん、私今さ11時って12時かと思って、あ事件、あぶち切れるけど、えちょっと恥ずかしいこれ、あきあ切れたみたいなこと、あれあんけんこれやばい、もう11時来たやばい、切れると思った、そういうことやばいって感じで、あとかごめんなさい、ちょっとすいません、ちょっとごめんなさい、じゃあバイバイじゃあね、聞けてごめんなさい、もう線は、もう線は2時間ぐらいしてるけん、もう線いっぱい寝てください。じゃあ改めてバイバイ、あっ SU 42研究者岡山県18歳ね、バイバイ、え本当にあっ切れた、おいてではでは失礼します、おやすみなさい、ドロン、はい、はい、バイバーイ。